ポルトガルによるゴア占領は1510年12月10日、ポルトガル王国のアフォンソでアルブケルケ帝徳による旧ゴアの占領。アルブケルケ帝徳は、ポルトガル王マヌエル一世からホルムズ、アデン、マラッカの占領を命令されていたが、ゴアについての王礼は下されていなかった。フランキ法を国崩し、ゴアで公益品として作られたもので、ポルトガル人選教師たちが、 ひなわ銃や小石等と共に日本に輸入したとされる。前室の通り、アルブケルケにはゴア占領の命令が下されていなかった。それでも彼がゴアを攻撃した理由はティモージーによるところが大きい。ティモージーはゴアから追放されたヒンドゥー教徒で、ホンナーバルの艦隊の提督でゴアのヒンドゥー教徒からムスリム統治からの解放を単案されていた。 また当時インド洋の海岸においてゴアは繁盛した貿易港であった。アルブケルケは1 5 1 2年2月にアントニオでのローニャ、提督と共にゴアの場外に到着、続いて17日にさしたる抵抗もないまま入場を果たした。その後、ビジャープル王国軍が現れてゴアを包囲したため、ポルトガル軍は5月30日にゴアを放棄してビジャープル王、 イスマーイール・アーディル・シャーに返還した。アルブケルケは、ポルトガルの拠点艦ヌールから出港、3ヶ月後の11月24日に大艦隊で、戻ってきた。この艦隊には船34隻、1500人のポルトガル人、そして300人のマラヤーリが含まれている。さらにティモージーともホンナーバルで合流した。大艦隊を用意したのは、 ゴアとマムルーク長とカリカットの領主ザモリンの同盟を危惧したためである。大艦隊を擁したアルブケルケは一日足らずでゴアを奪取し、イスマー・イール・アーディルシャートをスマン帝国の援軍を12月10日に降伏させた。この時、ゴアのイスラーム教徒を男女老少に関わらず、皆殺しにする命令を下したとされ、後に詩人のルイス・デカモイスが痛烈に批判した。アルブケルケは、 ポルトガル王の命令なくゴアを占領しており、彼の上官には反対されていた。マヌエル一世もゴアの占領に疑問を示したが、ポルトガルの貴族会議はマヌエル一世の意向に反してゴア占領を承認した。いずれにせよ、ゴアはこの占領以降、ポルトガルのインドにおける重要な拠点となった。ゴアの放棄はそれ以降もたびたび議題になっており、 1542年と1570年にもエスタード・ダ・インディアを放棄してモロッコ侵攻に集中すべきか論議した。しかしポルトガルは結局ゴアを1961年のインド侵攻まで維持した。ポルトガルによる占領以降、ゴアは繁盛してカリカットをも超えた。ありがとうございます。